東海道本線名古屋港線名古屋港線は日本貨物鉄道が保有する山道信号場名古屋港駅間の東海道本線貨物支線の通称である東林港線または中林港線東港線とも呼ばれる名古屋港周辺に建設された貨物支線のうち最も古い歴史を持つのがこの路線である1911年に名古屋駅を起点として 名古屋港で船との提携による貨物輸送を行うために建設された。後には名古屋市場駅への貨物姿勢や堀川口駅までの延伸もなされ、昭和半ばまで貨物輸送で賑わいを見せることになった。しかし JR の前身である日本国有鉄道での貨物輸送の衰退に伴い、山王信号場名古屋港駅間以外の区間はすべて廃止され、 名古屋港駅そのものの設備も縮小し、現在では週に3往復レールを輸送するための列車が走るだけの路線となっている。当路線での旅客輸送は開業から2ヶ月間だけ実施された後は散発的に行われた。1937年の名古屋反対平洋平和、博覧会に際して臨時駅の名古屋博覧会前駅を設置し、名古屋駅との間に シャトル列車を運行した。太平洋戦争中の1942年に定期の旅客輸送が再開されたが、戦争末期の1944年いっぱいで再び廃止された。昭和30年代には貨物列車の後部に旅客車を増結し、混合列車として沿線にある中日スタジアムへの観客輸送を行ったことがあり、 東海旅客鉄道が発足した1987年から1994年の間にも、同社が第二種鉄道事業者免許を習得して、名古屋球場近くに名古屋球場西門前駅と呼ばれる臨時駅を建設し、同線に観客輸送のための臨時列車を設定したことがある。もともと名古屋方では、単線の中央本線に並行して線路が付設されて、 いたが、中央本線の複線化に際して、東路線の線路を中央本線下り線に転用することになり、1962年10月に、中央本線から山王信号場で名古屋高線が分岐する形態に改められた。その後、名古屋山王信号場間は、中央本線と名古屋高線の重複区間となって、いたが、JR 東海の発足時に、 路線の重複は解消され、東路線は山の信号場を起点とする路線に変更された。これにより、東海道本線の支線でありながら、東海道本線と直接接続せず、中央本線から分岐する路線となった。また、名古屋港堀川口間には海をまたぐため、飛べ海式の可動橋が存在した。名古屋港跳ね上げ橋と言われ、設計は山本宇太郎である。 これは1980年の路線廃止後も橋桁を上げた状態で固定されながら保存されており、1999年には登録有形文化財建造物に登録され、2009年2月には近代化産業遺産となっている。西名古屋高線及び東築自治区の旧県営鉄道に対する通称で、県営鉄道を含まない場合の通称が東銀行線であり、 含む場合は中輪交線となる。ABCDE 号脱ネオ、シャーツ買い列車を見てみよう。15、鉄道販売638号、購入者、2014年6月、100から103ページ。ありがとうございます。